いいだろう、新しいソファーだ。ほら、くつろいでくれよ。おいおい、新しいソファー買うぐらいやったら早くコーヒーメーカー買えや、ルーカス。いつまで夜間使わせんねん。怒るぞ、いい加減に、このビクトリア様が。皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。Need for Speed Heat の時間でございます。いや、美しいですね。相変わらず、本当に美しいですね。このランボルギーニ・ウラカン・ペルフォルマンテ。いや、素晴らしい輝きだ。でも、このペルフォルマンテよりも輝いている女性が右にいます。そう、作ビクトリアでございます。いつもありがとう。さあ、ということで、今日も明るく楽しく元気よくやっていきましょう。Need for Speed Heat の時間でございます。はい、ということで、前回ですね、このウラカン・ペルフォルマンテ君、400プラスになって、ハイヒートレースで、まあ、ボコボコにされました。いや、まあ、勝ったのは勝ったんだけど、ちょっといろいろあってね、最後にボコボコにされました。誰にボコボコにされたかって、そう、パキールでもない、リナちゃんでもない、一緒に出たリーグの一員でもない、警察でもない、そう、一般者よ。はあ、一般車とガソリンスタンドの壁にボコボコにされました。おかげさまで不安定なアルティメットパーツゲットできませんでした。本当にね、その後のビクトリアの機嫌が本当に悪かった。はい、ということで、今日はですね、まあ、デイということで、日中の公式イベントの方には出ることもなく、車を買いたいと思います。はい、前回からずっとね、まあ、レース出続けたんで、まあ、ご褒美として今日はですね、車を買いたいと思いますので、サクビクトリアのショッピングにどうぞお付き合いください。はい、ということで、まあ、普通のレースやって、まあ、いろんなレースに出て、最後にハイヒートレースやって、でまた車を買うと、まあ、非常にね、まあ、一連の流れになってしまってますけども、今日はね、まあ、特別な車を買おうと思います。最近ずっと国産車、行ってたんですけども、今日はね、外国車買おうと思いますので、皆さん今日もしっかりと最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、もうロード画面ずっと喋るようになってしまいました。そして今はさすがに、おお、前にいるやないか。狩りを始めない？ザリーグの特権でどんなレースがあるか見ようよ。あ、ごめんごめんごめん、ちょっと危ない、見つけおった、危ない、ごめんね、誰かわかんないけどごめんね。さあ、ということでディーラーへ行きましょう。ディーラーにね、よいしょ、ランボルギーニ・ウラカン・ペルフォルマンテでディーラーに買いに行くっていうのがね、やっぱいいですよね。まあ、何回も言ってるんですけども、美しいです、本当ね。はい、では皆さん今日はね、本当、まあ、本当皆さんアップデートを待ちわびてるんじゃないですか。はい、これで本当にアップデートがなかった時のショックっていうのは相当なもんですよ。はい、ではこのバブリング、これすごいですね。あ、後ろからも来たよ、違う、おお、来た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 、はい、来た来た、誰か来たよ、誰か来たよ、よし、ディーラー入ろうぜ、ディーラー、ぶつけてくるか、ぶつけてくる、あ、違いますね、皆さん、あなたもディーラーにようですか、一緒に車買いましょう。あ、誰か集結してた、今、いらっしゃいませ、ビクトリア様、私今インフルエンザに。いやいや、インフルエンザやったらディーラー閉めろや。はい、ということでやってまいりました。世界の名車たちが集まるこの素晴らしいディーラーですね。こういうディーラーなんかドバイにもあるらしいですね。ドバイのディーラーって格が違うらしいですよ。普通にラフェラーリとかシロンとかベイロンとか普通に並べてるらしいですね。すごい、行ってみたい。はい、ということでピスタなんか買いません、っていうか買えません、ペルフォルマンテスパイダー買いませんし、買えません。はい、まあそんな茶番は置いといてですね、これが欲しすぎるんですよ。これ一番欲しいは、この、解放されてないやつで一番欲しいのがこのニスモです。はい。では、まあ、そのまま置いといてですね、今日はね、車を買います。車を買いますけども、何の車を買うかと言いますと、こんな高額な車はちょっとね、今は買えません。はい。今日これ、はい。ディアブロを買いたいと思います。このディアブロ SV95 年モデルということで、この今日はね、このディアブロ SV 買うよ。ランボルギーニディアブロ。前回、前々回とずっと国産車が続いたんですけども、今日はですね、ディアブロを買いたいと思います。イタリアが生んだスーパーカー、ランボルギーニディアブロ。まあ、世界中で大ヒットしましたね、これね。そして、カウンタックの後継車種ということで、まあ、このシザードは当たり前のようなんですけども、リトラクタブルヘッドライトを採用しましたけども、後にね、一日中終日ねヘッドライト点灯を義務付けた国、そういった国があったので、ヨーロッパにね、まあ、フェアレディ Z の、まあ、ここから、まあ、それ以上やめときましょう。まあ、そういったのね、使ってしまうと、また動画時間が30分超えてしまいますので、とりあえず購入しましょう。ビクトリア様、ありがとうございます。おー、かっこいいディアブロ SV やん。はい、やってきました。あ、またビクトリア似合ってんな、めっちゃかっこいいやないか。ちょっと待って、おいおいおい、まあまあいいかいいか、ちょっと SV のロゴがちょっとグラフィック悪い気がするんだけど。
戻った戻った、びっくりした。いやなんか S のさ、この左にヒュッて伸びてるやつ、こんなにかすれてたっけ、実際純正もこんなんだっけと思って見てたけど、やっぱりただの処理落ちだったんですね。はい、よしやっていこう。これはちょっと操作かなり難しそうですね、これね。ただこれ結構かっこいいです、やっぱり。操作は難しそう。うん、難しそうだけど、まあ、レースに使うかどうかっていうのはわかんないけど、とにかく今は車種をいっぱい増やしておきたいので、これでいきたいと思います。色はもうこれ黄色のままいきたいね、これね。さあね、後にこのリトラクタブルヘッドライトはね、リトラクタブルじゃなくなってしまうんですけども、それもまたかっこいいということで。これどうなんでしょうね、前回のように、前回というか3-2-4、3-4のフロントにできるように、これ 6.0VT みたいな感じに、マスク変えれるのかな、これ。まあ無理そうだけど、ランボルギーノフロントのエンブレムがなんかえらいチャッチー気がするんだけどな。これこんなにちっちゃかったっけ、もうちょっと大きかった気がするんだけど、これランボルギーノフロントのエンブレムね、これボンネットの。おお、まあちょっとよくわかりませんが、とりあえずこれどこだっけね、これ、これですね。これはちょっと見にくいし、やっぱりそうですね、これで合ってますね。はい、ではちょっとこのままね、ディーラーに入ってちょっといろいろと見て回りましょう。あ、かわいい、リトラクタブル開いた。新しいおもちゃ気に入った。おもちゃじゃねえわルーカスバカ野郎。はい、ということでやってきましたよと、パフォーマンスはこの時点で252ということで、プロプラスがついておりますね。はい、まあ今日はこの辺はいじりません。今日はね、もう完全なカスタマイズだけの動画になります。ディアブロを買いましたというご報告と、まあちょっとカスタマイズをしてみましょうということで、今からやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはちょっと普通に見てみましょう。はい、ということでやってきましたディアブロ SV ということでね、この SV は96年から99年まで作られたモデルになります。いやいいですね。はい、このリアの方も、まあよくね、カスタムでこのバンパー取ってる方おられますけど、僕はまあついてる方がまあ好きかなと思います。はい、まあこの SV にはもちろんオープンカーモデルロードスターというのがあるんですけども、日本は未輸入ということで、日本には正規輸入で入った車はありません、この SV ロードスターはね。世界に6台だったかな、なんか多分それぐらいだったと思います。はい、でイメージカラーはこの黄色ですね。やっぱりかっこいいですね、黄色ね。うん、本当に美しいですね。はい、でフロントのホイールが確か17インチでリアが18インチということで、そんな感じですよこれね。はい、もともとブレンボの赤いキャリパーが入っておりますと。でちなみにこの SV をベースにした35周年のアニバーサリーモデルっていうのに SE35 っていうのが実はあるんですけども、これが世界限定10台だったかな、まあ、非常にレアなモデルで、おそらくまあ日本にはないような気がします。でその後、まあ、GT が出て、そして2000年に僕の大好きな 6.0VT が出るということでね、まあ非常にかっこいい車になっておりますけども、今日はこちらの車をね、いじってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ早速やっていきましょう。まずカスタマイズで、ボディじゃなくてまずペイントとラップいきましょうか。ペイントとラップでね、まずこれ色をもう一切変えませんよ。この黄色で乗りたいと思います、ディアブロは。はい、とりあえず黒かっこいいですね。黒だけどこの SV っていうね、ペイントがああいう風に普通に目立たなくなってしまうのでどうかとは思いますが、ちなみに私の大好きな白にするとこんな感じ。ああ、こんな感じですね。白でも十分美しいですね。はい。あとはまあディアブロっていうのは結構奇抜な色が似合うので有名なんですけども、これ普通にかっこいいですよね、これ。赤色。これ普通にありやな。これめちゃめちゃかっこいいやん、これ普通にない。これね。アベンタドール SV、アベンタドール S ロードスターと同じ色ですね、これね。はい。いや、非常にいいですね。うん。まあ、ただ、あ、これね、これね、スペシャルモデルとかよくこういう色なんですけど、まあ、いいんじゃないでしょうかね。はい、変更せずに終了ということで、まあ、私はこのノーマルのこの色で、今日は行きたいと思います。デカールは貼りません。はい。では、早速ね、行きましょうか。では、エフェクトから行きたいと思います。まあ、タイヤスモーク、アンダーネオン。まあ、この辺は仕上げにかかってからでいいか。はい、そうしましょう。では、まずはボディからね、行きたいと思います。さあ、どこどこ変えれるんでしょうかね。まあ、ホイールもね、やっぱり純正のホイールを使っておきたいなというのがあるんですけども、ブレーキディスクだけはちょっと変えましょう。これだけは私絶対譲れないので、これはもう絶対に変えます。はい。ブレーキディスクだけは必ず変えます。はい。そして、キャリパーも、これもともとね、ブレンボがついてますが、これもこのままでいいですもんね。はい。あと、ちなみにどういったのが付けれるのかなということで、まあ、特に、うん、変える必要がないと思います。はい。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。これどっちがいいかな、これ。
普通にこっちの方がかっこいい気がするんだけどね。これとこれ、まあいいか、今回はちょっとこれにしてみようか。でもちょっとやっぱりちょっとカスタマイズしたいな。ちょっとだけカスタマイズしたいな。やっぱこれにします。はいはい、ごめんなさい。まあ途中で変えてもいいからね。うん。で、リムはどうですか？リム変更できますか？あ、ロック中ですね。リムを変更したところでちょっとまたよくわからないホイールがまた増えそうなので、これはもうやっぱり純正でいきましょう。あと純正ってどっかになさそうですね。まあ BBS はめてもいいんですけど、まあやっぱり純正のままが多分一番かっこいいと思います。はい。なので、まああとはいじることはないですね。はい。ではもうこれでタイヤ終了ですね。で、こっちのリアタイヤも先に変えておきましょうか。あとはリム、キャリパーですね。キャリパーもちょっとこれを先にね、僕の好きな方にちょっと変えておこうと思います。で、あとはブレーキディスクですね。リアのタイヤに関してもブレーキディスクをいじるだけということになります。はい、こちらですね。これでまず足回りは終了になります。はい、いいですね。これだけで十分かっこいいと思われます、これね。まずはちょっと普通の画面で見てみましょう、これね。ほら、もうかっこいいやん、ディアブル SV。これ、エンジンかけてみましょう。おお、すげえすげえ、リトラクタブル。いいやん、めっちゃかっこいいやん、これ。エアサス入れた方がいいな、これ、まずね。はい。先にちょっと、スタンス、ちょっとね、ちょっとだけ、エアサス入れるだけ先入れようか。これ、入れるだけでね、結構、あれだよ。ちょっとエフェクトこっちですね。ごめんなさいね。エアサスペンション。はい、これ入れますね。はい。これだけで多分、相当かっこよくなったと思います。はい。ちょっとボディ見てみましょう。どうですか？さっきの画面。ほら、やっぱかっこいい。これだけで全然違いますね。で、エンジンかけます。ほら、やっぱかっこいいですね。エアサスね。うん。はい。もう、これだけで美しいでございます。はい。では、今からちょっとぼちぼち見ていきたいと思います。あ、ちょっと待って。これ、できるんじゃね？フェアレディ Z にできるんじゃね？これ。あれ？お！お！お！次や、次。この次や、この次や。は、違う。違うのか。それやったらもうこれでいいわ。残念だな。これもしかしてディアブロ GT 仕様できるんじゃない？これ。どう？次。ほら、来た。ディアブロ GT できるわけよ、これ。やっぱりな。絶対できると思ったわ。うん。これはどうしようかな。やってもいいけどね。でもどうだろうな。まあ、とりあえずこのままでいいんじゃないかな。はい。フロントバンパーですね。フロントバンパーも、GT にできますね。どうでしょうか。でも、これ、どうだろうね。まあ、これ、このままでいいんじゃないの、普通に。なんか、そんな気がするけど。はい。この辺は、まあ、変えてもいいかもしれないですね。ちょっと待ってね。これ、普通に横で見ましょう、横で。はい。ここで見ないと分かりませんもんね。これはちょっとダメだな。これはちょっと、そうですね。個人的にはこれが好きかな。これ。うん。これカーボンですし、多分これが一番、かっこいいと思います。一番いいのはこれですよ。一番素敵なのはこれですけど、ちょっと今のバランスでは多分合わないので、おそらくこれでいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと一旦、ここからちょっとやっていきましょう。とりあえず、いかつさは出すよ。いかつさは出すけど、これもつけてみようか。ちょっと。これもつけてみようか。そういうあれじゃないけどさ。はい。で、一旦ちょっとフェンダー、これもどうしようか。あー、めっちゃフェンダーかっこよくなるやん、これ。ちょっと待ってね。ヘッドライトあ、これ GT にできるっぽくないか。どうしよう、これ。ちょっとエセ偽物の GT 作るか、これで。これいけるんじゃね？うん。これ多分ね、いけるよ。ちょっとこれ GT 作ろっか。GT 作ろうや。はい。ディアブロ GT 作ります。はい。そうします。ということで、急遽予定変更となりました。ディアブロ GT を作ります。はい。これでいいでしょう。これで、ちょっとお金もったいなかったけど、まあ、また稼げばいいし。これでもちょっとね、ちょっと場所が、もうちょっとちっちゃいはずなんだけどな、この、ダクトの部分ね。まあまあいいや。とりあえずちょっとこれで、ちょっとディアブロ GT が出来上がるかもしれません。あ、でもやっぱかっこええやん。超かっこいいんだけどこれ。うわ、やばい。6.0VT みたいなやつがいいな。6.0VT みたいなやつ。ないかな。はい。これ何これ。あ、これはフロントフェンダー外さないといけないのね。いや、ちょっと待って。6.0VT みたいなやりたかったな。いや、ちょっと待って。これはちょっとやばい。これ超かっこいいな、やっぱ。どうしよう。これは普通に一旦クリアでいこうか。
はい、ではサイドミラーですね。これも特に変える必要なくないか。はい、これも変えなくていいです。これはもう全然変えなくていいですね。で、あとはトリム、うん、あった方がいいよねあった方がいいよね。これはあった方がいいよね。はい、サイドスカート、これもちょっとね、うわー、これちょっといろいろかっこいいな、いろいろとかっこいいな、これ意外と。まあでも多分だけどこっちの方がかっこいいですよね。まあ、GT にするためには、よりいい GT っぽくした方が多分いいと思いますので、こういった感じでちょっと近づけていきましょう。徐々にね、徐々に近づけていきたいと思います。はい、では次に行きましょう。ということはもちろんリアフェンダーも GT 仕様がないのか。ないのか。リアはないのか。まあいいか。とりあえず、どうしようか。これ何が変わってる？はい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 。ウィングのとこですね。どうしようか。これはちょっと微妙なところではありますが、これはもう変える必要はないと思いますんで、このまま行きたいと思います。で、この辺でテールライト、テールライトとかはまあ自分の本当の趣味の範囲になってきますんでね、これはやっぱりそうですね、やっぱりこれがいいですね。うん、はい、色合い的にもね、微妙にちょっと残しつつ、元の色を残しつつ行きましょう。リアバンパーですね。おー、やっぱりね、まあ、ディアブロ GT が GT 仕様にしようとするとこれになりますね。なので、まあ、もちろんですけどもこれにしようと思います。多分結構ね、かっこいいと思います。なので、まあ、マフラーに関してもとりあえず2本出しをセンターに持ってきたいですね。できるのかな。とりあえずちょっとナンバープレートをちょっと変えましょうか。ナンバープレートをちょっと変えていきます。はい、ということでナンバーは変えてきましたよということになりました。さあ、ナンバーの次はマフラーですね。いよいよマフラーになりますが、ディフューザーか。ディフューザーもちゃんと作らないといけないですね。多分 GT 仕様があると思いますすっげえすげえな。もうこれでいいやん。これめっちゃかっこいいやん。っていうかもうこれ最高やな。めちゃめちゃかっこいいんだけど、まあこれ GT 仕様ですね。これがまあ GT 仕様というか GT のリアはこんな感じになってるんで、まあこれを買いましょう。はい。おお、すげえ、めちゃくちゃかっこいいよ。で、多分マフラーをこれで2本出しにできる。はい、これね。はい、これ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 。まあこれ以外にあと何かあるのかなということでちょっと見るけども、やっぱりそうですね、ディアブロ GT 仕様にしましょうよ、これ。いや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 、これめちゃくちゃかっこよくなったやん。あとウィング、これウィングをちょっとあれですね、黒色にしたいな。これもちろんありますよね。あ、スポイラーが。あれ？あ、え？スポイラー？ちょっと待って。あ、あったあった。びっくりした。はい。まずはここから。あー、なるほど。ちょっと待ってね。まずはここからですね。これもちろんこちらに変えますね。はい。そしてこのまま続けていきましょう。スポイラーですよ。ここからですね。リアウィング。ここから。はい。もうこれでしょうね。うわー、すげーやないか。これ。いやいや、あとどんなんがある？あ、まあまあ普通だけど、うん、普通だけど、やっぱりここはもうディアブロ GT 仕様でいきましょうか。これ、いや、もうこれ十分かっこいいやろ。これで多分めちゃめちゃかっこいいと思われる。はい、めちゃめちゃかっこいいですね、これ実際ね。はい、こんな感じで済みましたよと。あとこの辺全部変えたもんね。ブレーキキャリパーも変更済みの、サイドスカートも全部変更済みの、リアフェンダーも OK ということで、あと、ディアブロ GT になってないところ、ちょっと待ってください。ホイールは全部変えました。サイドスカートもフロントも変えました。ここをつけて、バンパーも変えて、ボンネットも GT 仕様になってます。ウィンドウですね。ウィンドウでここで、ちょっとスモークを入れますよと。ほんで、あと、ちょっと皆さんも一緒に見てくださいね。ディアブロ GT 仕様です。これはディアブロ GT なんですけども、あとちょっと、忘れてるとこないですよね。こうやって、ああやって、サイドミラー大丈夫。ここは SV のまま。これはね、あえて残してますからね。ペイントはあえて残してます。これはね、残してます。はい、リアフェンダー。はい、テールライト、バンパー、マフラー2本出し、リアウィング、スポイラーね。で、ルーフの部分も OK と。サウンドシステム、ここ一応入れておきましょう。はい、ということでこれでおそらくはディアブロ GT になりました。はい、ディアブロ GT 仕様ですけどね。うん、なのでまあ本当にまあこだわるんであれば、もちろんこれですよ。ここをね、変えるのがまあ筋なわけですよここちょっと一旦変えてみようか。お金かからないし。はい、これがもう GT ですね。 GT SV のロゴ、ああ、もう
これにするか。これにするか。もう完全な GT 仕様にするか、もうこれ。そうしようか。もう GT にするわ。もう、はいはい。よし。そうしましょう。うん。なので、ディアブロ GT にします。ヘッドライトこれちょっとイエローにしたいんだけど、どうかな？イエロー変かな？黄色に黄色ってちょっと変かな？これ。どうだろう？皆さんどう？いやー、ちょっと待ってね。これ微妙ですね。ちょっとわからん。かっこいいと思うんだけど、ちょっと最近ちょっと麻痺してるからさ。まあ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 、これを考えるとやっぱりね、この黒か、透明、黄色。うん、透明でいきましょう。これでいいでしょ。クリアな方でいいでしょ。おー、これ結構、ディアブロ GT やん。できた。できたよ。はい。ちなみにですけども、これで、例えば、ペイントで、青色とかにしたら似合うんじゃない？あ、意外と、あ、でも実際にあるからね、これ。ちゃんとディーラーオプションでこの色が確かあったと思うんで、こういうディアブロ GT もありますが、まあ私は普通に黄色でいきたいと思います。ただ、ブレーキの赤、あ、ブレーキキャリパーの赤色はこういう青色にも非常に合いますということですね。はい。変更せずに終了ということで。おー、ディアブロ GT できたね。はい。ということで、このまま終了しましょう。では、エフェクトですね。ここから行きましょうか。アンダーネオンはもちろん黄色ですね。これは黄色がいいと思います。はい。どれがいい？ライムアンダーネオン。オレンジ。あ、意外とオレンジの方が綺麗かもしれんね。イエローよりもね。はい。オレンジにします。はい。いい感じやん。で、エアサスペンションはエアサス入れてますから、別に問題なしということになりますね。え？俺入れてなかった？入れたような気がするんだけど、入れてますよね。二重で買うことになってしまいますか、これ。はい。アンダーネオンでもう一回、これ買えるの？あ、買えるようになってる。確かに買ってると思います。はい。では、最後に、クラクションじゃなくて、ここですね。スタンスで調整。まあ、そこまで下げることはないけど、一段階だけちょっと下げときましょう。で、エキゾーストですね。はい。では、ちょっと行きたいと思います。スムーズからちょっと行きましょう。ああ、俺個人的には真ん中の普通でいいね。あ、ちょっと攻撃的な方がいいわ。じゃあトーン行きましょう。あ、トーンは普通にここですね。うん、多分これが一番かっこいいと思います。変更保存しましょう。いやー、どうでしょうか。ディアブロ GT できたよ。偽物だけどね。偽物だけどね。偽物とか言うのちょっとあれなんだけど。はい。じゃあちょっと一旦これでね、また一番私の好きなカットでちょっと見ていきたいと思います。いやー、かっこいいディアブロ GT できたね、これ。はい。やってきました。ディアブロ VT ではなく。GT。でも普通にホイールに SV って入ってるんですよね、これね。はい。そこはご愛嬌ということで、もう外見だけはもうほとんどね、ディアブロ GT にしましたよということでね。素晴らしく綺麗ですね。ウィングも、いい感じです。ウィングがちょっと純正ではないような気がしますけど、ウィング純正これだっけ？なんか、足が2本あったような気がするんですけどね、リアウィング。はい。まあまあいいでしょう。とにかくランボルギーニ純正のマークが入ってたんでね。でもまあ見た感じ、本当にディアブロ GT 完璧ですね、これね。8000万円ぐらいします、今ね。非常にかっこいいです。はい。ありがとうございます。ビクトリアも喜んでますね。まあ国産車最近買い続けてきたんで、まあたまにはこうやって外車を買ってですね、まあ遊ばないといけないということでね。はい。ということで、今からドライブして終わりましょうか。うん。でも、ちょっと待ってね。パフォーマンス、カスタマイズ、ちょっともう一回、ちょっと一応再チェックするけど、ここ、トリムだけですもんね。リアフェンダー、特にランボルギーニあれなかったもんね。ちなみにこれ、ホイール、GT 仕様のホイールとかあった？これ、どっかに。ちょっと見てみましょう、これ。キャリパー、リムがさ、ランボルギーニの純正のやつがちょっとあるかどうか、他にあったかどうか見てみましょう。もしかすると GT 仕様があるのかもしれないけど、多分ないと思いますが、ランボルギーニマークはないですね。はい、なしということで、やっぱりこれが一番いいですね。うん、これが一番かっこいいです。まあ、強いて言うならば、この、リムで、ちょっとメインカラーを、まあ、変えなくてもいい。
サブカラーか。サブカラーを黒にすれば、まあ、ちょっと味があるかなと思うんですけどね。はい。まあ、これはいいね。うん。やっぱこっちで、普通にこの方がかっこいいですよね。はい。では今日はこちらの車で完成ということで、素晴らしく出来上がりました。ディアブロ SV の GT 仕様ということになります。はい。かっこいいです。リトラクタブルではないけども、非常にかっこいい車1台に仕上がりました。では早速ちょっとこれでドライブ行きたいと思います。行きましょう。いやもうどっからどう見ても GT にしか見えんわ、僕は。まあでも作った本人がそうやって言うのもなんだけど、これは偽物です。偽物。完全な偽物でございます。でも、パッと見わからんよね。まあでもあの、シリアル、おお、アベントドールや。かっこええスタートやったな、今。エンジン音やないか。ディアブロとまさかのランデブーした。それがもうイタリアのランボルギーニ同士というのがまた素晴らしかったね。はい。ということで、ちょっと自慢しに行きましょう。ディアブロ GT ですよ。はい。あー、やっぱかっこいいですね。ディアブロ GT。どっからどう見てもディアブロ GT にしか見えないですね、これね。はい。アンダーネオンのオレンジがこの夕日とマッチして非常に綺麗でございます。はい。まあ、ちなみにあの、ダメージ軽減とかそういう、他のやつ何もやってないのでね、事故にだけは気をつけて、あぶれちゃう。おいおい、てめえこの野郎、ちょっと待て、待て、ちょっと待て。今のはおかしくないか、今のはおかしくないか、トラックのうんちゃん。ちょっと待て。はい、皆さんこれはゲームですよ。わかったわね。てめえこの野郎、おい何やってんだてめえこの野郎。おい、はい、ということでいろいろありましたが、まあ、また雨が降ってくるわけですよ、こうやってね。はい、ディアブロ GT でございます。非常にかっこいいですね。まあ色もこれ黄色で正解ですね、ほんとね。うん、なんかイメージカラーというか、ディアブロのイメージカラーってね、なぜか黄色なんですよ、僕はね。僕の中では非常に黄色が、まあ、ディアブロのイメージカラーということで、ムルシェラゴなんかはイメージカラー何色って言われたら、そうですね、ムルシェラゴはオレンジかな。まあ白もそうだけど、なんかね、とにかくディアブロだけは黄色ですね。これが一番あの合ってますよね。うん、はい、ということで、とりあえずですね、今こういった感じでちょっと走っておりますが、あ、オンラインの状況を見てみましょう。どうですか。あ、結構いるね。なかなかいますね。うん、皆さん結構オーバルで楽しんではるね、これね。はい、まあいろいろ走ってきますが、最近おとなしいですよね。あんまり嵐行為みたいな、あんまり、このパームシティではなんかあまり見ないので、うん、いい感じに治安が保たれてるなと思います。はい。ではまあ今日はのんびりとちょっとディーラーの前まで行って、そして折り返ししてからまあ帰りましょうか。はい。いやー美しいじゃないですか。で、ディーラーについて、あーまた誰かいるね。誰かいますけど、お、かっこいいマクラーレンやん。かっこいいですね。まあでも私は今自分のディアブロが一番かっこいいと思ってます。はい。では、ここ一周して帰りましょうか。一周長いかな。まあいいわ。とにかく一周して、帰りましょう。こっち通るのって俺、実は初めてかもしれん。ここ。ここと、ここ通ったことないかもしれん、俺これ。ああ、ここないかも。ここからもう、あれですね、オーバル突き抜けて帰るしかないですね、これね。はい。いや、初めてかもしれんな。あの、さっきの道、そういえば全然走ったことないですね。うん、はあ、なんかやってる、イベントイチャイチャしてるな、イチャイチャ、いいな。はい、では、私はもう今から家に帰ります。ビクトリア早くしまい込もう。ディアブロちょっと高級だからね、早くしまい込みましょう。いやでもほんとね、やっぱいいですね。アップデートで何かほんとストーリーの追加とかマシンの追加とかほんと、はあ、ごめんよ、ちょっと待って今の普通に逃げていったんだけど、ごめんね。今のコント出会い頭で正面衝突だったね。ごめんね。でもなんかまた復讐されそうなんだけど、大丈夫かな。ごめんね。本当あの悪気はないからね、本当。なんかすごい怖いんだけど、大丈夫大丈夫ですか。はいはい、ごめんなさい。まあたまにはああいうね、わざとじゃない事故っていうのは別に仕方がないですけどね。はい、よし、帰ってきたぜ。大抵のレーサーは私たちが町のためにしたことを覚えてない。ザ・リーグの一員だったらみんな知ってるよな。リーグを支えてるのはサク・ビクトリアだぜ。アナちゃん、いつもレースでビリばっかりとんな。相方変えるぞ。
はい、ということで、今日はですね、このディアブロ GT ということで、まあ、GT ではありません、SV なんですけども、まあ、GT 仕様に変えましたよということで、非常にね、かっこいい一台に仕上がったと思います。私も非常に満足しております。まあ、もっといじり倒そうと思えばもっといじり倒せるんですけども、せっかくディアブロ GT 仕様にできるんだったら、もうディアブロ GT にしようかなと思ったので、今回はあえてそうしました。まあ、あといじるところがあるとすれば、まあ、フロントの、まあ、ヘッドライトの部分にちょっとイエローの、まあ、カラーを入れるとか、まあ、そういったことをしていけばいいんじゃないかなと思いますが、まあ、基本的にこのまま行きたいと思います。はい。ということで、マシンもね、だいぶ増えてきました。この調子でいろんなレースに出て、そしてアップデートがあればアップデートに関して、いろいろ解説して、そしてまた定期的に車を買って、マシンをどんどん増やしていこうと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。